どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、ホブンクルースのこちら、はい、実写化映画発表です、うん、はい、まあ、映画はね、やってるみたいですけども、こちらの方見ていきましょう。はい、では、まずですね、名越です。名越、名越は、綾野剛さん、綾野剛さんがね、映画でやってたと、まあ、でも確かにイケメンってことなんよね、うん、整形してね、まあ、そうですよね、うん、はい、僕は、赤楚衛二くんですね。最近のね、やっぱり最近のこのなんか情けないやつを、うん、やっぱもう極みまで来てるじゃないですか、役的にね。悪い顔もね、うん、最近できたしね。そうですね、うん、ちょっと頭穴開けてるとこ見てみたいですね。育ってきてるよね、うん、ハマっちゃう、ハマっちゃう役がすごいんじゃない、どんどん沼にはまっていく感じは、うん、痛さ棒だもんね、うん、じゃあ私はちょっと本来はこれで行きたいっていうのもあります。本来は本来は小田切城で行きたいです、うん、やっぱりね。まあね、うん、まあ、あの役小田切城に見える時ある。城に見える、まあ、まあ、モデルなんじゃないかとすら思いますけど、ね、ちょっと年齢がね、うん、もう行き過ぎちゃってるんで、はい、じゃ現代だったら、うん、これ前から俺口酸っぱく言ってますよね。小田切城の現代版誰かっていうと、はい、こいつなんですよね、うん、成田凌です。はい、まあまあ、これ系譜なんですよね。成田凌君、伊藤ですよ。あ、そうなの。あ、やってるんだ。あ、そうなんだ、うん、じゃあちょっとなんか花咲舞みたいになっちゃって気持ち悪いか。その上川隆也さんが他の役でね、また出てきてるみたいな、うん、成田凌もほんとクズやらせたら天下一品ですから ね、まあ、ね、こいつは、うん、今もう日本のクズ最先端行っても次のクズが出てくるまで、うん、まあね、はい、じゃあ行きましょう。成田凌はクズだよね。伊藤です。伊藤は僕は、鈴鹿央士くんですね。じゃあそれもゆりや先生の流れですよ。ゆりや先生の、じゃあちょっとやっぱその消化不良のところもあったんで、ちょっと行き切ってほしいなっていうのありますね、うん、ゆりや先生のあのコスチュームやっぱ着なかったんでドラマではね。これむずいんだよね、この伊藤って、うん、その果たして女っぽい顔なのかって言われたら多分そうじゃないっこない、そうじゃない。でも、ね、でも若い頃っていうか、なんか普通の格好してる子供の頃、まあね、みたいなのは、まあ、女の子らしい顔はしてましたよね、うん、顔は、うん、山本未来君に見えた。山本未来、森山未来、森山未来、森山未来、山本未来って、あの人多かったんですよ。間違えた、椎名桔平、森山未来。いや、俺が変だなと思って。いやいや、気づいたよ、それは。女性に会えて、女性シャバージョンのこと言ってんのかな。森山未来、全然違う。森山未来、山本未来さんと森山未来は今更似てんのか。違う、信用しすぎだよ、それは。確かに、ね、うん、理解しすぎ。違う、森山未来か、まあね、顔はね、森山未来か顔してる、うん、だけど、ちょっと年齢が荒れすぎてるから、うん、最近でやるんなら、はい、清水仁也くんね、うん、仁也くんもなんか雰囲気的にはこの前の I for you のって言ったら I for you って何、難しいな、二階堂ふみさんのやつとかに出てた、うん、清水ひろやさんですね。ひろやと思うんだ、これ、うん、清水ひろやさん、この人はいいよね、なんか影があるっていうか、もともと一番最初に俺見てあれだったんだ、あのねに出てて、あのねの広瀬すずの恋人役、宮山未来さんとかあの系の顔ね、うん、まあね、まあ、伊藤役はやりがいありそうですよね。確かに、ね、か役者からしたら組長、組長は内藤隆、内藤剛、内藤剛、内野聖陽さんやってました。内野さんやってんだ。僕は、中村獅童さんです。なんかね、泣いたところとかね、そう、泣いたところなんか似合いそう、すごい。私はまあ、じゃあ最近の感じで一ノ瀬渡さん、うん、なんか顔は一ノ瀬渡るでしたよ ね、まあね、うん、あれ系の顔なんですよね、だからね、うん、一ノ瀬渡さんってだからもうある程度のシェアあるよね、だからこれからね、うん、あの役全部できるもんね、あれ系の役ね、うん、もっとタップあればよかったですよね、うん、あとセリフに特徴がありすぎるよね、セリフ回しも、ね、まあ、なんか言い方がね、うん、なんどこ出身なんだろう、あの人なんか謎の言い回しよね。ゆかりさんは石井アンナさん、
石井アンナさん。石井アンナさんね。はい。うん、ゆかりは、まあそうですね。河合優美さんですね。なんかこれくらい、なんかね、ちょっとパワーないと、あの役はできなそうですよね。まあ、でも俺も似たようなラインで、うん、まあ平手ちゃんね。うん、陰キャよね、だから。まあね、ちょっと影あるというかね、うんうん、まあ、平手ちゃんと可愛いようなちゃん似てるっちゃ似てるもんね、顔のなんか雰囲気ちょっと目離れてて、まあね、なんかこうボケっとした顔してるっていうか、そうね、まあボブね、ボブが似合う感じね。ナナミ、これナナミむずいよ。ナナミがいない。ナナミいない、はい、まあそこまでいかないってことね。オリジナルキャラの、うん、まあ、だから謎めいた人ですよね。謎めいた人は僕はもうこの桜井由紀さんですね。桜井由紀さんがあの走り方で来るってことです ね、まあ、ね、桜井由紀さんもまあね、うん、最近美人になってきちゃったからな、桜井由紀さんも。いやいや元から美人でしたけどね。元はちょっと謎めいたなんかちょっと怖い顔っていう感じだったけど、ね、だこの人ね、森田なんていうのこの人、なんていうの、全裸監督ですね。全裸監督のこの人もね、雰囲気出せるよね。そのすごい美人って感じじゃない、香りもやってるんですもんね、今ね、シティハンター。美里さん、美里って言うんだ、これで美里って言うの、これでのぞみの実を取ってるのね。この人いいよね。だからなんかやっぱ結局さ、美人すぎて人はいろんな役でいけるってことだよね。今ね、七子、これはむずいよ。七子はね、七子むずいよ、ちょっと、うん、僕は、伊藤沙莉ちゃんですね。なんかまあもちろんいろいろやってもらいますよ、多分ブザイクに。でもなんかその声がいいんじゃないかなって思ったんですよね。うん、ちょっと伊藤沙莉ちゃん可愛すぎるかな。いやだから顔はまあいないんだから、あんな顔の人は。いやだからこそ俺はもう方向性変えました、うん、はい、もうこっちにしました、うん、この富田ちゃんね、ちょっとぽっちゃ系 ね、 ちゃんね、うん、うん、なんか痩せ系のっていうよりぽっちゃ系にしました。うん、ただちょっとね、体を絞ってもらわないといけないから。いや、いいみたいじゃん、そしたら。ミュウね、うん、映画はもう、ブサイク設定ないですか。あ、そうなんだ。元カノ出てきますし、名前も違うの。いや、同じです。誰がやつだ。伊藤真奈さん、旦那、うん、伊藤真奈さんっていうことですね。伊藤真奈さん、だからさ、伊藤香奈さん、ちょっとネットにもさ、書いてあったけどさ、まあ、調べたけど、調べたの、その、そういう役、どういう人、ああそういう役、で、やっぱり、七子役で、さ、映画出れますって言って、七子役ですって言ってさ、原作見て、えって思うよ。これ、そこは、こういうことって。演技力を。これを、演技力を買って。私が、私、まあ、若いっていうのもね、またね。えフィーフィーさん、オーヤンフィーフィー、いやいやいや、オーヤンじゃないでしょ、フィーフィーでしょ。いやだから芸人じゃない、やらせるとしたら。それが冗談でいける。ああ。だからなんかあの今だったらさ、ダウ9万のあのシガテラ出てた子とかやりそうだよね、なんか。俺夏子とかいいかなと思ったけどね。いやいや、夏子はもう笑っちゃうよ。夏子はそのブサイクもできるし、なっちゃんは、なっちゃんはちょっと俺真剣に演技されたら本当笑っちゃうと思う、なんか顔で自信。いや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 、だから夏子はそういうのできそうじゃん。夏子は別に俺ブスだと思わないよ。だけどなんかブスの演技できそう、顔ね。いやだから、だからもう笑っちゃうじゃん、それは。なっちゃんがやるブスの演技は伊藤沙莉さんいいと思いますけどね。な感じですね。まあそうね、うん、見てみようかな、映画面白かった、はい。まあ、でも CG でしょ、全編 CG ってことですよ、うん、本当に。 CG すごいの。ああ、まあそんなすげえって言うことはないですけど、まあ、どうなってるのか気になりますよね。もうお話も全く違う結末だけど、なるほど、話は変わってる感じね。はい、というわけで、実写化配役発表でした。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。実は俺もさ、うん、右目隠すとホムンクルスが見える。嘘つけよ、お前。いや、お前もホムンクルスだよ。お前もホムンクルスってどういうことだよ。見てやるよ。じゃあ見てみろよ。見てやるよ、ホムンクルス、うん、あー、見えるわ。何よお前ね、うん、
腰の部分だけ切り取られてそこが回転してる。いや最初に見た時に出てきたギャルと一緒。どうもありがとうございました。